妖気様ら、俺はサイヤ人の王子、ベジータだ。カカロットを引くのはこの俺の役目だ。カカロットは俺のものだ、といったところで青龍祭、まさかの三大スーパーサイヤ人が来たということで、俺はワクワクしながら待っていた。そして、なんとガチャが11時に来るというな。毎年そんなもんだった気がするんだな。ということで、今日は元気いっぱい引いていこうと思う。まあ、気になるピックアップなんだが、まずこれな。これは確実にゲットしておきたいってことだな。かっこいいよな。UR の時でもな、かっこいいからな。さあ、んで、スーパー石の。これ実はな、単発で当てちゃったんだよな、前にな。からの、この、スーパーサイヤ人孫悟空。ちょっと俺様が後ろで、ちょっと手を越えてるような感じなんだろうな。まあ、これもちょっと持ってないから、これも当たっても嬉しいな。あとは、ピックアップ、そうだな。あ、ここら辺ピックアップされてるんか。ちょっと嫌なピックアップかもしれんな。こんなにピックアップしなくていいだよ。おい、3体十分でピックアップは多い。よーく覚えておくんだな。だいたい3体って決まってるんで、ピックアップはいい。1、2、3、これで決定。さあ、ということで、早速引いていきたいと思う。久しぶりだな。めちゃくちゃ楽しいな、おい。弾けて。まだねー。うわ、この時言ってないな。カカロット俺のものだ。お、左下の俺と、まさかの兄弟に挟まれと。これあるんじゃないか。おっと、どうした、カカロット。どうした、おい。カカロット俺のものだ、俺のものだ、おい、どうなってるカカロット。おい。まあ、カカロット出てきたんだが。お、これは俺だ。ちょっとこんぐらいの俺な。まさかの。まあまあ、でもこれは虹じゃないからな。決してな。レインボーではないからな。さあ、グレートサイヤマン。俺もいつか同じような格好したいと思っていたんだがな。同じように地球の平和を守りたかったんだ。あと、カカロット。お前のこと守りたかったんだ。そう、トランクス。最後は ?SSR なんだこれ。あ、このご飯。まさかのこのご飯。LR かと思ったら違うな。そっちじゃないんだよな。おう、祭りコインかける10。奮発だな。毎回こんなもんか。さあ、どんどん行くぞ。おまけキャラクター。一体ついてこい、カカロット俺のものだおっしゃ、おい、なんか、バーゲンセールみたいなキャラだじゃない、おい。どんな絡みなんだ。お、これで終わりだ。これで終わりだ。だいぶ熱いんじゃないか?なあ。ちょっと短めだったな、なあな。抱えてたぞ。おっと、これは?まさかの、タイのケール。これも大持ってる。大タイのやつ持ってるよ、俺な。レッド流石だっけ。ゴッド流石か。全然違うじゃないか。さあ、ダーブラ。お、これは?あ、オレンジピッコロじゃない方な。これもでも強いからな。お前たち当たるといいぞ。お、これは俺だ。LR の。多分虹じゃないんだよな。この俺がカカロットにサイヤ人の誇りを託す時の俺だな。さあ、ビーデル、どう出る?スーパーサイヤ人ベジータ様と。お、これは?これ、久しぶりに見たな。何属性かも覚えてない。さあ、体属性。よし!いい感じだな。さすが青龍祭。SSR といい、LR が出やすいということで、これは結構いい引きしたんじゃないか?カカロット俺のものだ!こんな感じ来てんな。お!ラーメン餃子チャウスセット。ラーメン餃子チャウスセットって、チャウス被ってんじゃねえかな。なあ、ラーメン、ん?ラーメン餃子、いや、なんでもいいか。なんならな、チャウスは自爆しとけよ、おい。お!割れた。バイバイ、チャオズ。自爆しておけ!パフパフ熱いな。チャオズパフパフ熱い。え、これ何?あ、お茶を楽しんでザマスと。これ夏の時来てるな。あ、これは?これは?ピチピチ18号な。なんかで来てたよな。ちょっと覚えてないんだよ。お、これは?おー、地獄の力が俺に注がれていく。17号。髪切れ、お前は、本当に。あと、ピッコロにすごい腹殴らせてるな。お、これマイティ。え、マイティ来るの?おいおい。ちょっと俺と、なんか、配信者としての立ち位置被ってんだろうな。マイティな。マイティはもう虹じゃない。全然。1かも怪しい。おっと?またこれ LR じゃないか?すげえ。これゴッド引きだろ、マジで。あ、しかも SSR。うお、すげえ来るな、おい。まさかの LR2 体と。しかも持っていない。18号まで来ちゃったな。髪かき分けやがってな、こいつ。俺の腕を折りやがってな。絶対に許さんからな。かかって俺のもんだ!お、まさかの指定コンビ。なんか、暑いな、今日。あ、これで終わりだ。今日暑いな。暑すぎて何連引いたか覚えていないんだから。40連かな。
でもスパーサ3にはならんと。俺が怒るかな。お、これはターレスだな。もう大体構えだわかる。ターレスかなと。なんかこう太ももあたりが、新生児の実を食べ続けてきた太ももっぽかったらな。大体太ももに出るよな。さあ、チャオズ、自爆しておけお前は。さあ、来るか。ナッパ。動けないサイヤ人など必要ない。俺どうした全然来ないじゃないか。おい、最後か。おい、確かにピックアップなんだが。おい、すごいな。二体目二次だよ、お前。いやー、ちょっと厳しいな。だが、まだまだ行くぞ。なんだっけ、カロット俺のもんだ。お、これは仲いいんじゃないか。なあ。なんか親戚付き合いみたいなとこあるからな。親戚ではないか。なあ、え、もう、おー、長い長い長い。え、めっちゃ長いな。今まで一番長いぞ。なあ、3年分ぐらいあったんだ。おー、これな、多いよ、俺キャラは。おー、おー、これあれだよな。スーパーサイジンかかると祭り限定。うわっしょ、うわっしょいってきたもんだ。おー、俺が来た。これなんかあれだな。スーパーサイヤ伝説のゲームオーバーの時の俺さんみたいな。ててんってやつな。ちょ、わかるやつ多分見てないな、俺の。この動画な。買ってやってみてくれ。ナメック星編武空術とくと、1マスも進めんからな。あ、これは？んだ、デブか、こいつ。人の、こんなに太っといて、まだ人の奪うかと。とんでもない野郎だぜ。お、これは？これは誰？あ、来た！よっしゃこれ、やばくないか、この引き。なあ。え？いやいやいや、これ、完全に神引きしてるだろ、おい。いや、間違えた。ごっつ引きだよな。え、これやばいな、ちょっとスクショしちゃう。いや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 、これちょっとやばいよな。俺ちょっと興奮してきたな。もう一回行っとこうかな。なあ、こんな興奮しちゃもう一回行くしかないよな。やってる。うわ、やばいな。え、何連？わかんねえな。まあいい。この勢いに乗ってもう一回行っとくか。なあ、お前らあんま引きすぎるね。これは三大スーパーサイヤ人の一人であるこの俺だからできることだからな。お前ら無茶するな。かかる取るなもんだ。チャリで来たみたいだよ。めっちゃ来たな、おい。クリアいいってもんじゃないんだぞ、おい。まあ大体ゴッド引きした後の10連は、ダメよな。まあ分かっていたんだ、俺は。だからここでしょ、厄払い的な役目があるからな、これ。さあ、コルド大王天使。やったぜ。発言かどうかも怪しいぜ。さあ、トランク青年期。もうめちゃくちゃテンション上がってきたぜ。どうしようかな。脱ごうかなと思ってくれな。さあ、ピッコロ。ジース、太もも筋肉すごい。さあ、ウィスさん。ウィスさんは結構偏食だよな。何でも食う。カップラーメンが好きだな。体大切にって感じだな。天使の分際でな。さあ、父。これ誰だ。合体13号。多分持ってる。ということで、俺様の祭りガシャはおしまいだ。お前たちのゴッド引き、祈っているからな。それじゃあ、またな。